特例子会社の採用選考は一般企業の障害者雇用の採用選考とは異なりますか？一般企業の障害者雇用だとやはり様々な能力が高いかどうかだと思いますが、特例子会社の場合はより福祉的な要素が高いですか？ありがとうございます。いや、ほとんど変わらないと考えていいと思います。皆さんだからなんていうかな、一般雇用を通常の障害者雇用を特例子会社の障害者雇用のように、例えばお給料はこう並んでいる。あるいは配慮してもらえる割合も一般雇用を通常の障害者雇用を特例子会社の障害者雇用というふうに配慮してもらう段階はこっちが一番高いと思っている場合もあると思うんですけど、正直ですね、こことここ、つまり通常の障害者雇用と特例子会社の障害者雇用って、まあ、言うほど変わんないっていうか、企業ごとにこうなったりこうなったりするよっていう感じですかね。だから、まあ、確かにね、全体的に見ると少し特例子会社の方が、まあ、それでね、助成金も出てるんで、まあ、福祉的要素が少し強いのかもな、とは思うんですけど、あんまり現場だと変わらないですかね。